What the pastors? 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 WTP! WTP! What the pastors?はい、皆さんこんにちは。 What the Pastors 大島重則です。さて今日は加藤恒明先生のお宅に来させていただいてこの番組を撮るというですね、今お隣に加藤先生がおられる。実はですね、加藤先生の新しく本が出るんですね。まあ今日一緒に番組出てくれているのが教文館の高木です。加藤先生よろしくお願いいたします。はい、こちらこそ今年 の、 あの8月ぐらいから、はい、あの加藤先生の実は説教全集の第4期ですね、うんうん、今まで第3期までで全30巻という膨大な説教全集が出てたんですけれども、うん、第1期が福音書なんですね、はい、で第2期が書簡、うんうん、そして第3期というのは、使徒信条であるとか実会であるとか、うん、ルターの小教理問答、雪の下カテキズム、講話、まあ、そういうものが入ったものなんですね、うんうん、でそれで全30巻出版しました、うん、で今度新たにですね、全6巻使徒言行録、そしてコリントの信徒への手紙の1と2、うん、この講話ですね、講話っていうのはこれ FEBC であの放送をなさった聖書講話なんですけれども、はい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 、これが3巻、そしてあと、加藤先生が引退後、1年間、鎌倉雪の下教会でエフェソの信徒への手紙の公開説教をなさったんですね。でそれを1巻で、あと残り、あと若い時と引退後ですねになさった、新約聖書の書簡の説教集ですね、うん、先生ね、この番組のリスナーに結構牧師も多いんですね。で私は新学生の時に、まあ、福音派育ちで来ましたので、あの改革は新学校に入ってこれだから福音派の人は困るって随分言われたことがありました。でどういうじゃあ説教がいいんだって話になった時に、あのその人が今あの東京音調の牧師やってますけども、あの加藤先生の説教テープを私に手渡したんですね。でこれがいい説教ってもんなんだと大島お前これ聞けって言われて、私はものすごい悔しい思いをしてたんですね、バカにされてたので。でもね、その先生の説教を聞いた時にね、グーの音も出なかったっていうやっぱり経験記憶があります。でやっぱりこのいい説教っていうのがちゃんとあるんだ、でそれは説得力を持って聞き手に語りかけ、あキリストに出会うっていう説教っていうものを出会わせていただいたのが、やっぱり私先生との、あのまだお会いしていない先生との出会いだったように思いますね。あのそういう点では、はい、あのよく用いていただいてね、感謝してるんですけども、うん、あの東京のカトリックの神学校行ったことがあるんですよ、はい、それでそれはカトリック の、 あの教授学生が集まったミサで説教を頼まれたんですね。でその時にこのみんなで話をしてて、それから立ち上がって礼拝堂に行く途中にこの廊下のところにあの箱が置いてあって、そこに私の FEBC で の、 あの講話がずらっと並んでるんですよ。しかもダブルでね、であれこんなところにあの私に敬意を表してくださったんですかって、あの一緒にいた司祭がとんでもないって言って、これいつもここに置いてあるって、でまずこれで説教覚えろって言ってるって、カトリックで、うん、あの先生の礼拝説教じゃ長すぎて困るって言うFEBC の話ぐらいだと、あの、まあ、何分でしたっけ、22分、うん、これでも長すぎ、我々にとっては長い方だけど、うんうんうん、こういうのを聞いてあの説教ってどういうものかって、説教ってあの理論を述べてってもなかなか分かってもらえないんだと、うん、いうことでしたね、うん、それ非常に興味深く思いました。本当ですね。ついでに言いますとね、そのミサで、あの私にブドウ酒まで飲ませたんです。あ、そうですか。生体配慮って時に、はい、
あの学生たちのとこは行きませんけどね、はい、杯持ってニコニコしながら審査員が僕のところにまず来た、はい、びっくりしちゃってね、進学校でですよ。でなぜですかって聞いたら、あの修道会じゃない、大使教区の方かな、司教区かな、あのどこかにお伺い書っていうのをちゃんと出すんです。それで加藤常明に杯まで分けていいかってお伺い書を立てて、あの了承を得ていることですから。それは驚きですね。それはもうあのカトリックもここまで、はい、あの心を開いたかと思って感心しました。大体私を呼んで説教の話させたんだから、ね、とても面白いと思いました。本当ですね。先生、ちょうど雪の下の街道の建築の時はあのカトリックの礼拝堂でやりましたからね、はい、そしたら、ね、なんかみんなが順番に先生の説教を聞きに来て、そうです、司祭たちがね、はい、それでカトリックの方の主立 の、はい、あの仕事が滞るからあの順番を決めましたって言って、はい、全部に行かれちゃったら主任司祭はお手上げなんですそれはそのカトリックとのお付き合いは、うん、あの日本でもドイツでも、あのドイツなんかはもう地震神学関係の論文なんてよっぽど肩書きをきちっと見ない限り、うん、カトリックなのかプロテスタントなのか分かんないぐらいに、そうです、あの、うん、一緒になってやってましたからね。でも先生のような存在をこのカトリックとプロテスタントの間でカトリックの方がここまで認めてっていう存在は先生以外にいないんじゃないですか、うん、そんなことないんじゃないかな。いや、よく分からない、うん、いや土屋義政っていう先生と本当に親しかったからね。あのね、端的なこと言うと、この先生認知症になったんですよ。やたらに僕のところで分かった。もう思い出すのは先生のことだったんですよ。そう、あれもうびっくりした。あのいついつの委員会に欠席して申し訳ないとかね、今度はいつお会いできますかねとかってやるんですよ、うんうん、こっちは何の覚えもないとかね。やっぱり晩年ちょっとお気の毒な状態になったんですけど、うんうん、それほど私のことを思い出してくれるのかっていうのは、うんうん、あのそういう意味では嬉しかったからお付き合いしましたけどね。土屋先生は天霊学が専門でしたもんね。そういう意味でも先生と その接点が それでお付き合いするようになって、うん、で土屋先生が現代天霊研究会っていうのを始めになって、それすぐ招かれて会員になって、うん、私も講演に行きましたし、うん、先生がそのカトリックの方たちとそれだけこう打ち解けられたっていうのは、例えば先生はまあ福音派の育ちっていう、あの福音教会のお育ちで、はい、それでその後竹森先生のもとで日本キリスト教団の中で育たれて、そこをこう橋渡しされるというのは分かるんですけど、そのカトリックの方たちとの接点っていうのは具体的にはどこから始まったんですか。あのね、まあいろんな経緯がありますけれども、一つは鎌倉でのあの礼拝堂が礼拝堂をどこにしていいかわからなくなった時にカトリックの方からお招きを得たことですよね、うん、ここでやりなさいって、でここでやりなさいって言うから礼拝堂の隣に会館っていうのがあって、うん、そこで礼拝をさせてもらえるかと思ったらびっくりしたような顔して、うん、加藤先生、礼拝っていうのはお御堂以外にやるとこあるのって、うん、でこの時の、 あの先生が土屋義政、むしろ私がやってるその方が私に心を開いたでしょうね、うん、だからもう一つはやっぱりね、ドイツでの経験ですね。あのドイツで実践神学の学会をやったりしたら、これはプロテスタントだ、これはカトリックだっていうのは区別なしに、特にボーレン先生なんか関わってたら、カトリックの神学者がごく当たり前の顔してきますからね、うん。でも日本でそういう意味ではもう福音派って呼ばれる、まあ、ところからもカトリックからも本当にどこにおいても先生の存在っていうのは大きな影響が、そして橋渡しをつないでこられたっていうのはちょっと奇妙な存在ですよね。そんなの影響大きいかどうか分かんないんですけど、ただあの他の友人たちに比べると、うん、
割合広かったでしょうね、うん、考え方がね、うん、あの私はその改革派のあるいは改革長老協会系の友達多かったけれども、うん、その人たちからは時々叱られましたよあの無教会の関根正夫先生を招いて説教していただいたんですよ、で講演はともかく説教させるとは何事かって叱られまして、鎌倉行きの下みたいな。そうですか。それで関根先生も説教して、うん、こう講演をして、うん、であの先生はあの必ず聖書と同じで一人で行かないんですね、うん、二人で行く、はい、でお弟子さんを泉春典っていう、あの先生を一緒に連れてきて、そしてすぐに泉先生から集会後お手紙が来て、うん、関根先生が今日は誠のエクレシアに出会ったねとおっしゃいました、だから関根先生もそういう意味でちゃんと評価してくださった、うん、とても楽しかったんです、楽しんでらっしゃるっていうのが先生やっぱり大きいですね。そうかと思うと法律の小林先生に集会やっていただいて、小林和夫先生パーンって拳叩いてちょっと発見取られた、でもあの鎌倉行きの下教会で作られたその伝道文庫ですか、伝道パンフレット、伝道パンフレット、あの中にも小林先生の説教を収められてます、関根先生の、関根先生、先生ね、この番組のリスナーに結構牧師も多いんですね。で、まさに自分の言葉で説教するにはどうしたらいいかっていうことは私も今悩んで途上にいますけれども、先生その自分の言葉で説教するにはどこに書いてあったかな、浴びるように竹森説教を聞いたと。聞いた。しかし自分がそれを語れるかは別の問題だと。でまさに生きた自分の言葉で語っている説教者、まずは聞かなきゃ始まらない、でも聞いたところで語れるかっていうのは別のことなんだっていうことをおっしゃって、先生どうやって自分の言葉で語ることを身につけていかれたんですか。これはね、また一つの長いヒストリーがあるけれども、省略して言いますとね、私にとってもそれは一つの問いでね、竹森先生の説教に打たれてるっていうことと自分が説教できるようになるっていうこととは別のことだ、それで金沢にね行く前にじゃない、金沢に行って最初卒業の、2年前の夏に夏季連動っていうのがあってね、等身大の、それで金沢のその後に牧師になっていくようになった教会の伝道所で夏季伝道するようになって、それでとっても意気投合して、翌年も若草教会に行ったんですね。もう名前が変わってましたね。でそこでね、こういう自伝的説教論に書いてますけれども、ガラテア書をひと夏公開したんです、そこなんです、本当に立てたのは、ガラテア書を読んでて、ああ自分で語る福音の言葉が手に入ったって、それが一つのワンステップです、で今度そういう意味ではそんなに迷いなく伝道を始めた。だけどすぐ最初に新妻に一本取られたっていうことから始まってそして自分なりに苦労していった時に、非常に妙な言い方なんですけどね、ああ俺説教できるようになったと思ったんですよ、説教だけじゃないんですよ、いろんな牧師としてやるべきこともできるようになったんです。それで面白いように求道者が来る、信徒が増える、時に怖くなったんですよ、これどっかおかしい、一つのその時に自分が感じた不安は、その時あんまりロゴス化できてなかったんですけれども、牧師っていう職業はこなせるようになったって、一通りのことはやってのけた、
誰からも後ろ指さされないようなことができる、うん、と思った時に、うん、とっても怖くなったんだ、うん、これ違ってるって、うん、なんか でその時にはね、サイリにも言わないでしたけれども、うん、このままだと牧師を辞めなきゃいけない、うん、あの牧師らしく振る舞うことがこんなに上手にできるようになったんだから、うん、これは間違ってる、うん、だけどどうしていいのかわからない、うん、と問題の解決はやめるよりほかない、うん、まあ、やめたら学校の教師にでもなるかとかね、うん、でその時にあのトゥルナイゼンの牧会学に出会ったんです、うん、あのふっとその平賀先生が講義の学生時代の講義でね、うん、あのトゥルナイゼンの牧会学っていい本があるよっていうようなことを、内容については触れなかったんだけども、あのトゥルナイゼンっていう名前はよく知ってたし、あの小さい書物は読んでましたけどもね、それがね耳に残ってたんですよ、うん、それでたまたま会議があって東京へ出て、あの教文館に寄ったんで、今の聖書教会の方に教文館があって、でそこの洋書のところに、私東京行ったら必ず洋書を覗くんで、そこで見てたら緑のトゥルナイゼン、リゼル、レーレ・フォン・デ・ゼルロルゲっていうその現象があったんですね。で財布調べたら、あ、これこの本買ってもまだ帰れるわと思って、その本を買って帰ってすぐ読み始めたんで、それでびっくりしちゃったんですね。いろんな集会休みにしちゃってねその本を読み続けた、で1週間で読み終わった、かなりの分量のドイツ語の本ですけど、そして1週間で読み終わって平賀先生にあのその感動した思いを手紙で送ったんです。だから速達で返事が来て、すぐ訳しなさいって、で訳してあの牧会学って本ができたんで、今でも読まれてますけど、それってね、その職業人として牧師やれるっていうような、これ何ですかね、うぬぼれっていうのか、なんていうのか、そういう思いから完全に解放されましたね。福音に立つってこういうことか、つまりガラテヤ書で前にこの教わったことが、うん、トゥルナイゼンによってもっと具体化、だから実践神学の本ですからね、うん、いろんなことが書いてあったけれども、そこでキリストの福音に立って御言葉を語るってどういうことか、でこれは私にできることだって、うん、しかも職業化しないで済むことだっていうことですね、うんうん、これね、とっても大きいことなんですよ。だから牧師っていうのは職業じゃないと思ってるんですよ、今でも、うん、仕事でもないんですよ、うん、あの牧師という仕事とかっていう本が出たことあるんですよ。 ありましたね、はい、それはもう引退してここに来てからですけど、うん、それはね、サユリもあのその本の広告を見ながら、牧師って仕事じゃないわよって言ってポツンと言いました。で、うん、あのこの人も分かってたんだと思って、うんうん、仕事って感覚で牧師をし始めたら本質的なところで狂っちゃうという思いは今でもあります、うん、それがとっても大きなことですね、うんうん、職業じゃなくなっていうか、もともと職業でないと思ってたところ、職業意識を持たされたので抵抗して辞めざるを得ないと思った時に、トゥルナイゼンに辞めなくてもいいじゃないかって言われたんですね。だからトゥルナイゼンの書物は私にとって革命的な書物でしたね。トゥルナイゼン先生にお会いした時にあのちょっと話をしたことですけども、トゥルナイゼン先生はね、分かったんですね、私の悩みが。でそれはありがたいことだって。説教のことで、うん、もう一つその先生の言葉と
説教のつながりですけど、先生があの説教全集を出される時にマルコの福音書から最初出されて、ちょうど60歳ぐらいの時ですかね、あの説教のさって、でその時に初めては自分は説教できるようになったっていうのをおっしゃったってエピソードがありましたけど、あれは具体的に言うとどういうところが、あのね、そう、ちょうどそうなんだよね、一種の迷いがなくなったようなもんですよね。迷い、説教していて、なんかね、自分で自分に腑に落ちないような思いが時々したんですよね。ちょうど時期的に言うと新街道が立つ頃ですね。ローマ書を語って、でその後だったと思うんですよね、マルコ。それでマルコによる福音書の後書きかなんかにそのことをちょっと書いたんだよね、ただその過程は1970年代の終わり頃から始まってたと思います。その迷い、さっき構成していたのがもっと前の説教でね、減ったらなと思って、それ第二コリントのこと、そう、アニコリントの説教は随分やっぱりそのうつ病のこともあって悪戦苦闘してますよ、説教そのものが、だから同じ第2コリント書でも第4章のね、土の器のところを何度も説教してるんですよ。で白教会でも説教してる、白教会で説教してる方が落ち着いてるんだよね。ただあれ、あんなこと書いたけどね、自分でちょっと反省してんで、その後また変わってきてますからね、やめてからもね。そうですね、先生、やめてから、牧師をやめてから説教変わったっていうのはどうですか？それは変わったんだ、連続公開説教しなくなっちゃった、そして自分が語るべき言葉はこれだって決めたら、いろんな教会で同じ箇所で何度もやって、何でもやってもいいと思ってやってるところはあるんですけど、でも今までの連続公開説教と違った味わいが出てきて、例えばアイカの説教とか、あとヤコブ書の望みを開く祈りとか、ああいう説教はもう本当に今までの連続公開説教と全く違うんですよね。そうです、先生、いわゆる新しい改宗、知らない聴衆に一発勝負じゃないですか。そうです、言うならば先週も会ってない聴衆を黙想しなければいけない。そうです、でそこに一発で勝負しに行くってなった時から、先生がまた自分の席変わったなと思われるんです。それはそうです、どういう、だっていつも聞いてくれてる人には、たちには省略できることもあるでしょう、ね、こういうふうに言ったら通じるっていう確信もあるでしょう、その日初めて来た人もあるでしょうけどね、だから言葉がもう違いますよね、初めての人に。かといって先生、冗長になるわけじゃないでしょう。そうそう、冗長になりやすいですけどね。ただし初めて会う人への説教ってもう面白いところありますよね。だんだん聞いてと自分とのこう垣根みたいなものがなくなるっていうことを経験しますとね、それはとてもありがたいと思いますよね。私はそういう意味では担任教会を20年間持たない中で、そうね、一発勝負を20年やってきて、初めて一つの教会にこの群れに語り続けるっていう喜びと安心、楽しみね。今も楽しくてしょうがないです、ね、そうそう、週ごとに教会が動いているのが見えるっていうか、あ、こんなにしんどい仕事してたんだなってかえって今思いますけれども、そう、説教って楽しいですよね。先生、ずっと楽しかったですか？いや、やっぱり辛いこともいくらもあって、でも基本的にはやっぱり、芝居なんかやってるよりよっぽど楽しい。それは今日先生キーワードですね。虚しさもないです。そっか、そうですね。先生、森有正先生の名前も先生の説教に頻繁に出てきますね、
そういう意味では先生の信仰の手を引いてくださった方のお一人なんです。まあそこまでね、先生もそこまでの意識はなかったと思いますけど、ただ私は森有正先生に出会ったっていうことは自分にとってはとっても大事なところで、むしろ一人で出会ったことを体験しながら大事にしながら森先生の書物ですね、森先生の書物はやっぱり、いろんな書物もちろん全集持ってるし、そういう人もあるんですね。こう誰かに出会って、例えばボーレン教授なんか一緒に生きたっていうふうな、こう具体的な交わりで生かされるのと、それから本を読む、だからカール・バルトなんかにはドイツ行った時にあんまり会いたいと思わなかった、会わなくていいと思ってた。それで友達の手引きでカール・バルトにの女性帝っていう研究会に、招かれることになって、それでバーゼルに行く途中で、電報だったか電話だったかで倒れたからって言って、結局バルトに会ってない、ただねバルトに会ってないってことを悔しいとも寂しいとも思わない、これはもう本で、会ってる、そう、本っていうのはそういうもんで、著者に必ずしも会う必要ない、でバルトはその著者を訪問する人たちによって随分辛い思いしてると思いますし、随分たくさん無駄な時間をね、バルト先生バルト訪問をやってね、私はバルトに会ってきたって、ね、一緒に撮った写真を自分の本に飾って書いてる人いるでしょ、あれかわいそうですよ。でもボーレン先生がね、ある時ある人たちの訪問を受けた後で私にあれ何しに来たんだろうねしみじみ言いました。そういう思いを著者にさせたら絶対ダメです。だからよっぽど会う語り合う必然性がない限りは著者に会わない方がいいと思って、著者を大事にする意味ではね、だから本の上での恩師なんて言ったらたくさんいる、ハンス・ヤヒュー・イーヴァントなんてね、あれはもう本当に偉大なる教師、先生竹森先生もやっぱりその本ではなくて実物でまさに生きた先生の、そうですね、でもやっぱり竹森先生になったらもう説教に尽きる、竹森先生個人的に知ってるか知ってない、私はとても個人的にね指導を受けましたけれども、竹森先生はもう説教を聞いてよく分かればいいんです説教に、つまり私は説教塾でも仲間に言うんですけど、言葉っていうものは存在を表すものだし、存在が見えてこないあるいは聞こえてこない言葉は虚しい、説教っていうのもあなた方の存在が語るので、ただ言葉が語るんじゃない、だから言い換えるとあなた方の説教を理解し、あなた方の説教で神に会えた人たちはあなた方にも会ってるんです、パーソナルって英語ありますけどね、私はそれが大好きでね、翻訳に困るんですね、個人的とかなんとかって訳してたら何のやもうその人そのものっていう意味だと私は思ってるので、だからパーソナルな言葉を持つ、パーソナルな説教をする、パーソナルに出会う、でそういう出会いの出来事が説教において起こったならば、もうそれ以上その説教者と親しくなるかならないか神様のお導きだ。なるほどね、ありがとうございます。 What the pastors? 先生もう一つね伺いたいなと思っていたのは、その竹森先生に出会う前の代々木教会の先生、いわゆる先生は福音
的なグループの中で育っていかれる中で、時折先生がいわゆるその信仰の甘えの問題をおっしゃる。そして私はこの福音派っていうグループの中にありながら、どこかでこの甘えっていう部分を竹森先生のねお話をなさる中で、天のお父様っていうお祈りのね、そうそう、そのことに対してのこの甘えっていうことに関して、先生は今までいわゆる福音派っていうグループの先生たちともお交わりを持ちながら、そして日本の教会の説教の問題やいろんなことを考えながら、どんなふうにその福音派っていうものを、いや福音的な信仰、そして甘えってものについて思ってらっしゃるかっていうのも伺いたいと思うんですけど。それは難しい問題だと私は思います、うん、福音派って言っても一括りにできないところがあります、はい、改革派教会だって、日本のキリスト改革派っていうのも福音派に数えられるところがあるわけでしょ、うんうんうん、そうですね。でもいわゆる福音派の方とはだいぶ改革派は違いますね、うん、やっぱりカルバンですね、うん、それで甘えって言った時に、うん、一般的なキリスト者の問題、つまり世界的な問題だって考えることもできます、うん、で神学的に難しく考えていくっていうと、例えば近代神学と現代神学、この場合の現代神学っていうのは神の言葉の神学ですけれども、神の言葉の神学とそれまでの近代神学っていうのは、例えばシュラウマッハに代表されるようなものが、まさに甘えをめぐっての対立だっていうようなことを言えます。それからもう一つは日本の場合に日本的な甘えがあります。で私なんかはこの直接経験してるのは日本的な甘えですよね、うん、すぐ教会は家族だとか家庭的だとか、うん、兄弟姉妹とか、匠、うん、先生は兄弟姉妹って言わせなかったんですよ、うん、加藤兄弟なんて言わないの、うん、修法なんかに私の名前が出るときには加藤氏、うん、で実際に話をするときには加藤君、うんうん、でなぜですかって聞いたら、教会の中に特別な人間関係はないって、うん、だから教会の中でも一般の社会のお付き合いでいいんだって、うん、面白い言い方ですよね、うん、だけど兄弟姉妹であることは先生も固く信じてるわけですけど、うん、日本的な意味での家族共同体ではないんですね、うん。でこれは例えば宣教150年の記念集会を横浜でやりました時に、うん、私がどういうわけか主張講演っていうのをさせられて、その時にクリストクラッシーって話をしました、うん、それにも連なっていることで、教会はキリストのご支配の共同体だと、だからみんなで感謝の礼拝をしてキリストに主権をお返ししてもらいたいという説教をしました、うん、でそれは実にしばしば、まあ、長老でそういう人もの支配があることもあるけど、牧師ですよ、うん、牧師が自分の共同体として教会を把握しようとした、うん、でその時にその牧師が頭に抱いているものは非常に合理的な理性的な社会でも何でもなくて、土井さんという方が問題にしたような甘えの構造を持った日本的共同体です、うん、で典型的なことで言えば、牧師が教会にパパって呼ばせる教会ってのは結構あったの、うん、今でもあるかもしれないけど、お父様ですよ。でそういうところで一種の教会的人情、うん、人情、ね、人情の共同体っていうものを求めた。それは私が赴任した鎌倉行きの下教会の分裂問題なども結局はそれなんですよ。信仰告白を明白にした信仰者としての兄弟姉妹の共同体、つまり
このキリストの御言葉によって支配されるっていうもんじゃなくて、うん、もっと人間的なね、あの家族共同体的感覚っていうものが教会を作らせているところがあって、うん、これ今でもそういう感覚の人がいますからね。いや先生その通りだと思います。私あの牧師、先代の牧師がやっぱり30年近く同じ業界の牧会をなさって、大きな何か問題があってお辞めになったわけではなく、そこを後任の牧師として引き継いだ時に、やはりあの先代の先生の影であったり、先生に愛された人たちっていう部分のこの情の問題っていう部分は、やっぱり私自身が牧師として、なんていうんですかね、それをとの戦いがあるわけですよね。で同じことをずっと考えるのは、じゃあ私が辞めた時に自分がそれを形成してしまうんではないかという怖さの、そう、はい、だからあの私はその経験をしたから戦ってきたんだけれども、やっぱり同じような問題があって、うん、で多少私は悩んでね、うん、あのルドルフ・ボーレン教授に手紙のやり取りやなんかで、ね、その問題性を訴えたら、ボーレン先生が俺が行くっつって、うん、来て、それで雪の下教会で説教して、その後で何て言ったかっていうと、加藤先生が死ぬんだからっつって、これ先生がお辞めになる時ですね。そう、うん、加藤牧師はこれから死ぬんだから、うん、あなたが取って死ぬんだから、うん、っていう話をしました。随分、うん、きつい言葉でしたけど、はっきりやっぱり死ぬっていう言葉を使って、それでその通りだと思ったから、うんうん、あの私は初めは鎌倉に家を建てて、そこに住むつもりだったけど、やめてこっちに来た。そうなんですよね。それで一切関わらない、これはね、とても大事なところだ。いやそれを先生は ずっと表現されたんだなっていうのを、うん、背中を見せておられる姿をものすごく感じます、うん、ちゃんとやっぱりやらなきゃいけないね、うん、口で何言ったんでね、うん、だから新しい関係の中で雪の下に呼ばれてお手伝いすることあるけど、うんうん、元牧師じゃないんですよね、うん、あの私非常に親しかった、尊敬していた先輩の牧師がやっぱり引退した時にその町を動かなくて、うん、で後任の私の教え子が行きましたけれども、うん、私に訴えていたのは、例えばその人が長老会で今度から賛美歌第2編を歌うことにしようって言って提案して決めた、うん、そしたら前任の牧師が俺の目の玉の黒いうち第2編なんか歌わせないぞって言ったって、それがやめてるんですよね。やめてる、同じ町にいるんですよね。でもただし長老の誰かがすぐ報告に行ったんですよね、うんうん、だから通過なんですね、そこはね。そう、うん、そうおかしい、うん、やめたんだから、うん、長老会で何決議したなんかも発表されない決議まで聞く必要はないし、うん、だからあのその点はね、ボーレン先生に感謝してるんですよ、うん、あの死ぬっていうことはとってもはっきりしてる、うん、でもその死ねるかどうかっていうようなところでやっぱり問われてるのは、その家族関係のような一種の信仰の血縁関係みたいな共同体を作らないこと、うん、では先生、そういうふうにキリストの家族っていうものと日本的家族観っていうものがアットホームな教会ねっていう言葉で、そうですね、そうですね、じゃあ日本の場合こう、うん、アットホームっていう言葉がむしろこう肯定的に使われてるんですよね。そうです、けれどもやっぱりその裏側にある危険性っていうか、うん、それがすごくあるんですよね、うん、あのね、いろんなところで話していて、あの密かに訴えられる一つの問題は、うん、若い牧師が一生懸命伝道するでしょ、うん、そして求道者が与えられて、その方が洗礼入会して新しい教会になるでしょ、う
それを嫌がる教会員が結構いるんですって、うん、今までできてきた、うん、あのすっかり仲良くなってるところに、うん、なぜ新しいものを入れるかって、うん、もう困ると、困る、うん、救われてくれちゃう、だからあんまり連動しない僕は初めね耳を疑いましたけれども、うん、結構そういう話はね、うん、聞くんですよ、うん、それとっても不幸だと思うんだ、うん、まあ一つはやっぱり牧師の支配欲ですよ、うん、父親になりたがるんですよ、うん、人の心まで支配したがるんです、うん、牧師は支配しちゃダメなんです、うん、キリストに支配していただかないと、それでもそういう意味でもクリストクラシーって言ったんですけど、うん、キリストのご支配って、これはもう教会の政治の学問の用語ですけどね、うん、とってもいいと思います、うん、先生がこう信徒の人をこう支配しない、うん、やっぱりどうしても小さな教会だと牧師は全部知っておく、いろんなこともやっぱり牧会者だからっていう面で知りたがる、逆にそれが支配になっていってしまう、そうです、知らないと不安になってしまうっていう、そういう、まあ、先生あの昔牧師は中小企業の社長になっちゃいけないっていう話をなさったことありますけど、でもやっぱりそういう不安感もまあ分からなくもないかなっていう部分もね、あるんですけれども、でもそこに対して先生やっぱり戦えっておっしゃるし、それは間違ってるってことははっきりおっしゃる、そうそうそう、で信徒との間もちゃんと境界線を引くんだと、でそこはキリストのご支配にお委ねする部分と、自分自身がこの神の言葉を語るということにおいて伝道をするし、神の言葉を語ることにおいて牧会もするし、でもそれ以上のことを入っていっちゃいけないことはもう明確に先生すごくおっしゃる、でそしてそれが鎌倉雪の下の中でなされてきた、なんか鎌倉行きの人はいろんな委員会や何かにも私呼ばれない限り行かなかったんですよ、ああそれぞれ先生、うん、委員会や各委員会があるんでしょ、それ長老が主導してるんだから、あそしてから各団体ね、婦人会とかなんとかっていうのも呼ばれない限り行かなかったんです、うん、それはだからそういう意味ではそこの主体性を、そうそう、それぞれの主権をちゃんと守る、で牧師の知らないことが教会の中にあっていいと思ってる、全部知らなきゃいけないっていうのは傲慢ですよ、うん、でもそういうところをキリストが逆に支配してくださってるっていうことですよね、まあ、先生そう思うとそれって福音派っていう問題やそういうことではないですよね、日本の社会の組織の中にあって、そうそうそう、絶えずこの甘えの構造が持っている、そしてキリストの支配を脅かす人間的なものっていうのは、うん、家庭の中にも入ってきますよね、うん、うん、福音派って言えば一つだけおかしかったのはね、うん、あの礼拝で長老が祈る場面があるね、うん、神様おはようございますって言ったんです、さゆりがびっくりしちゃってね、うん、本当に竹森喫水で育つと、うん、僕なんかよりももっと違和感を感じるんですね、うん、私言うわあの人にっつって言われた人はまず理解できないでしょうね、うん、まず神様に親しくおはようございますって言っちゃいけないの、サイリなんかにとってはそれはちょっと違うんですよね、でその違うっていうのはやっぱりね、個人の祈りの中でね、うん、神様こんばんはとかね、うん、おはようございますっていう祈りがあり得るでしょうけど、礼拝で祈るときにね、サイリなんかついていけないでしょうね、やっぱり神っていうのは神に対する恐れっていうのがあるかっていうといいでしょうね、神に対する恐れっていうのも大事なんですよね、あのそれが神の臨在っていうものに対するあの非常にはっきりした繊細な感覚ですから、神がここにおられる、逆に言えばね、あの福音派にもこの神の臨在っていうのをよく知っている人もいたわけでね、うん、あの中田十二さんがやってた昔の伝道館について、うん、渡辺善沢先生が、うん、あの書いている、それから実際に渡辺先生の口からも聞いたけれども、
伝道館での集会に出るとすぐには伝道館に入れないと思いをしたことがあるそうです、うん、怖くって、うん、何が怖いかって言うと本当の神様に出会わなきゃいけない、うんうん、中田純次っていう人の説教にはそれがあったって、うんうん、悪口が多かったけど、なるほど、山室軍平は一言も悪口は言わなかったけれども、中田純次の説教には本当に生きた神様にお目にかかるという恐れがあった、うん、だからちょっと礼拝堂に入れなかった、うん、こう今そういう感覚まで与える牧師がいるかしら、ということで加藤恒明先生に出ていただきました。皆さんからのお便り、番組の感想も待っています。メールアドレスは wtp@pba-net.com、 メッセージにはラジオネーム、年齢、匿名希望の方はそのように書いてください。ツイッターはハッシュタグ wtp7 でツイートしてください。では今日の at the pastors、 お相手は大島茂則と高木誠一と加藤恒明でした。それではさようなら。この番組はラジオ世の光、テレビライフラインでおなじみの DBA 太平洋放送協会の提供でお送りしました。